怪談白物語について、これは百物語の完成を阻止する TRPG です。 GM が話す怪談の単語を変更していって怖い話を怖くない話にしましょう。 GM は怪談の中に10個のキーワードを設定しています。それら全てを変更できたら PC 側の勝利です。ハースルールです。 GM は特徴を持ちません。それでは怪談白物語を始めます。これはとある夏の出来事です。自分には霊感があると話す大学生の男がいました。彼の話す内容はありふれたもので、少女の霊がいるだとか、落ち武者の霊がいるだとか、守護霊が見えるだとか、どこかで聞いたような話ばかりです。はいはいはい、それって霊じゃなくて猫じゃなかった？どうだったかな、守護猫だったような気がする。落ち武者の猫かわいいな。あ、ダメだ、落ち武者の霊だよ霊。それって霊じゃなくて埼玉県民じゃなかった？落ち武者の埼玉県民、いや霊だよ霊、かたくなに言うけど霊だよ。そいつ何かない？そうだそうだよ、猫でも埼玉県民でもない、それはウサギちゃんだったよ。私、確かに言われてみれば私のような気がしないでもない。落ち武者のウサギちゃん。そんな彼がある日事故に遭いました。電車に跳ねられ全治1ヶ月の大怪我をしたようです。無事に退院することはできましたが、彼はその事故以降ウサギちゃんの話をすることはなくなりました。ごめん、今までのは全部デタラメだったんだ、死にかけて思ったよ。ウサギちゃんの話なんて遊び半分でするものじゃないって。そうだね、多分そういうのを引きつけてしまうんだと思う。彼の話がデタラメなのは周りの人たちも察していましたが、これほどまでに心変わりするとは。あ、ちょっといい、そこは彼じゃなくてヒホさん、ボイスボックスの開発者ヒホさんだったよね。そうだった、彼はヒホさんだった。今43回出てくる彼が全部ヒホさんに変わった。キーワードだよね、よしよし。よほど事故のことがトラウマになっているのか、あるいは何かそれ以外で恐ろしい経験をしたのか、それはわかりませんが、ヒホさんはウサギちゃんの話を一切しなくなりました。しかしその代わりにヒホさんは時折異様な行動をとるようになりました。たまにどこか一点をじっと見ているのです。1回2回なら気にしませんが、それが何回も続くとさすがに気になり、友人はヒホさんに何を見ているのか尋ねました。するとヒホさんはあっけらかんと答えます。ほら、あそこ白い猫がいるだろう、なんだか最近よく見るんだよな、前に埼玉に旅行に行った時にも見かけて、とヒホさんは語りますが、目を凝らしても白い猫なんて見えません。ヒホさんに白い猫なんていないよと言っても、いやいるよ、ほらあそこの一点張りで、話は平行線をたどります。いや、それって白いんじゃなくてデミングじゃなかった？そんな気もしてきた。嘘でしょ、何言ってんの白いよ。いや、やっぱり白い猫じゃなくてデミングサルじゃなかったっけ？そうだったかな。ほらよっさ、白いも猫もどっちもキーワード。よし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 、もう体が光ってしまう。ヒホさんは自分の話が信じてもらえないことを察すると、まあいいか、黒い作用が不吉ならゲーミング作用は幸運だろうと言って話を終えました。あるんだそういうの。いや、不気味な話ではありますが、ヒホさんの性格が変わったわけではありませんし、見えているのは所詮ゲーミング作用、たまに一点をじっと見ることを気にしなければいいだけです。ヒホさんの友人は今まで通りヒホさんと接していました。しかしある日、ヒホさんが友人の家で遊んでいると、ヒホさんはお前が飼っていたのかと友人に聞きます。何のことかと尋ねると、ほらあそこゲーミング作用が部屋の隅にいるじゃないか、お前が飼っていたのかと返してきます。あ、こんなところでもゲーミング作用が見えているんだ、もしかしたら怪我の後遺症なのかも。友人はそんなことを考えていました。ヒホさんは構わず続けます。それに2匹もあの子たちは姉妹なのか、この言葉は初めて聞きました。ヒホさんも2匹見えたのは初めてのようです。やはり話を信じてもらえないと感じたヒホさんは、幸運の象徴が2匹もラッキーだなと言って話を終えました。あ、待って、それって2匹じゃなくて7匹いたんじゃなかったっけ？7匹だったような気もするね。やけに増えたね。一色ずつ光ってないようになるのかな。集まって虹を作ってんだよな。ヒホさんの中ではゲーミング作用がすっかり幸運の象徴となっているようです。ヒホさんが友人の家から帰宅した後、友人は少し考えました。あのゲーミング作用についての会話、何かがおかしい。ゲーミング作用が見えている見えていないの話ではなく、何かが。そうだ、ヒホさんはこう言った、あの子たちは姉妹なのかと。これは妙だ。ヒホさんはどうやって一目でそのゲーミング作用がメスだと分かったんだろう。普通にわかると思うけど、次に会う時にでも聞いてみようと友人は思いました。これちなみに友人じゃなくてさ、メゾウちゃんだったんじゃない？あ、僕だった。いや、主張も言われてる。プン、違ったよね、僕そんな記憶ないもんな。何の仕事もしてないんだけど。あれ待って、それ友人じゃなくて別無理じゃなかった？そうだったかな。あー、よかったよかった、別自身じゃん。こちらキーワード。1週間後、カスカベツムギはヒホさんとたまたまバス停で会ったので、そのことをヒホさんに尋ねてみました。ヒホさんは、いやまあ見た感じ女の子だったし、男の子の可能性も確かにあるかもしれないけど、上には女の子に見えるなぁと言いました。じゃああのさよは、オス、メスと近くにいる茶色の野良さよを指差して尋ねます。野良さよ、星さよ、そっちにいる。いや、わからないよ、さよの性別を一目でわかる人なんて
獣医とかそういう職業の人だけじゃないかな、と答えました。言っていることがおかしい。一体どういう理由なんだろう。春日別麦がヒホさんに疑問を投げかける前に、ヒホさんは言いました。今日は6日だ。やった。ヒホさんは続けます。最近さ、ゲーミングサヨが俺を見つめてくれるんだよ。幸運の方から俺を見てくれるだなんて、なんだか気分がいいな。あ、ほら、お前も一気のゲーミングサヨから見つめられているぞ。よかったな。ヒホさんにしか見えないゲーミングサヨが、私を見つめている。そのことにその気を感じた春日別麦は、ヒホさんとの話を打ち切ってその場から離れた。何も聞きたくなかったし、ヒホさんの顔を見たくもなかった。春日別麦はしばらくヒホさんと距離を置いていたが、同じ町に住んでいるのでいつか偶然会ってしまう。ある日の晩、コンビニに向かっていると、春日別麦は動かない足取りで歩いているヒホさんに気がついた。ヒホさんの顔には大きなクマができており、目はどこかつるだ。だというのに、口角を上げて笑っている。心配だ。ヒホさんもまた、春日別麦の存在に気がついた。見てくれよ。もう数えきれないほどのゲーミングサヨが俺を取り囲んでいるんだ。みんな俺を見つめている。はあ、すごいな。うわ、増えた。いいな。俺はもしかしたら世界一幸運なのかもしれない。はあ、待てって。待て待て。今行くから。悪いな。それじゃあ、ヒホさんは話を終えてどこかに行こうとしていたが、春日別麦はそれを言葉で遮った。行くって、どこに行くの？ヒホさんは答える。さあ、ただゲーミングサヨたちが俺を引っ張るんだ。どこかに来てほしそうだ。だからついて行こうと思ってね。確かに言われてみれば、足や手を引っ張られているような動きで歩いていた。って、ゲーミングサヨが手を引っ張る。どうやって？そんなに変だな。眉をしかめている春日別麦を見て、ヒホさんは口角をさらに吊り上げた。どうした？何か嫌なことでもあったのか？じゃあ俺の幸運、お前に割ってやるよ。なあみんな、あいつのことも、見つめてやってくれ。次の瞬間、鳥肌が立つほどの大量の視線を感じた。春日別麦は恐怖で思わずその場から逃げ出した。家へと帰り、視線を遮るようにベッドの中に潜り込む。そのまま震えつけ、気がつくと眠っており、目が覚めた頃には日が昇っていた。ヒホさんは死んだ。入水自殺をしたらしい。それ入水自殺じゃなくて、ふがしの食べ過ぎじゃなかった。ああ、そうだったような気がする。お願いお願い、発表したくない。そうだった、入水自殺じゃなくて、ふがしの食べ過ぎだった。死因がふがしの食べ過ぎになっちゃった。ちょっとかわいいじゃん。海に向かって歩き続け、そのまま沈んでしまったそうだ。それって海じゃなくて埼玉じゃない。ふがし食ってんだからね。そうだった、海じゃなくて埼玉だった。キーワード。埼玉に沈んだ。じゃあ幸せになったのかな。でも死んでんだよな。しかしこの自殺には奇妙な点がいくつかある。まず服の至るところに引っ張られたような跡があるところ、全身に切り傷やあざがあるところ、そして死体の苦悶の表情、他殺の線も疑ったが、ヒホさん以外の足跡や目撃証言はないという。奇妙な自殺としか言いようがないと春日別麦は知っている。ヒホさんはきっと埼玉までついていき、そこでゲーミングサヨたちに沈められたのだ。いや、そんなことは。しかしそんな話が誰かに信じられるはずもない。春日別麦はこの事件のことを早く忘れるように努めた。努力の甲斐あってか、春日別麦は次の年の夏にはこの事件のことをほとんど思い出さなくなっていた。ある日、春日別麦は同じ学校に通っている仲間たちと埼玉部でバーベキューをしていると、誰かの目線に気がついた。どこ？小さい女の子がこちらを見ている。いや、あれは女の子か。サヨの耳が生えていて、サヨの尻尾が生えていて、ゲーミング毛が生えている。あ、なんだゲーミングサヨだ。なんで一瞬でも人間の女の子だと思ったんだろう。わかってたんだよ、その見た目のことは。確かに黒い服を着て靴を履いて2本足で立っているが、あれはどう見たってゲーミングサヨじゃないか。だってサヨの耳も尻尾も生えている。バカな勘違いをしたな。それにしても可愛いサヨだ。あんな可愛いサヨを見つけられるなんて、私はラッキーだな。そう思って微笑んでいると、仲間の一人から声をかけられた。何を見ているの？え、あ、ゲーミングサヨを見てるの。ゲーミングサヨ、どこ？ほら、あそこ。以上、階段。ほら、あそこ。お、ハッピーエンド。そう、食べ。ヒホさんは死んだけど。残ったキーワードはラッキー、幸運。ほら、あそこ。ほら、そこのか。いや、でもよかった。よかった。いい話だった。ヒホさん死んだけど。でもゲーミングサヨ値が増えたり減ったりしたし。野良猿出てきたし。オスとメスの概念出てきたし。サヨは埼玉に沈めただけだから。埼玉の案内猫だったかもしれないよね。埼玉沼に沈めただけだからね。サヨと死因は関係ないんだよ。ふがしを食べ過ぎただけだから。そうそうそう、ヒホさんの過失だから。怖い話じゃなかったから百物語の成立を阻止した。日分け。以上、怪談博物語でした。